どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。ということで今日もクラロワやってきたと思うんですけども、ラットさんがね、まあ2週間1週間ぐらい前に出してたこのね、外役こやこやデッキ、これを俺グランドチャレンジずっと使ってたよね。0勝から6勝ぐらいまではこのデッキで行って7、8、9、10、11って激戦区なわけよ。そん時はもう使えないとスパーキーで行こうっていう、そういった作戦で、このねデッキ使いすぎてたらなんか個人的に掴めたんですよ。いやちょっとそれ言うと下手じゃないですかってなっちゃうから、あんまちょっとドヤ顔できないけども、個人的になんかちょっとずつ慣れてきたんだよね。ということで今日これ今、はい、僕のグランドチャレンジ5勝2敗、5勝1敗ぐらいだと全然可能性ある。僕ねほんと今シーズンは棒に振ってまして、マルチではなくてですねグラチャレやってるんですよ。ということで今日このデッキ使ってやっていこうかなと思います。それではいきます、こやこやボン。よっしゃー、ちょっと今日これで負けられないからね普通に。おとマッチングに時間がかかってゆく。あれこれ珍しいって起きた。よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。さあ OK 終始します。こやこやちゃんがないな。なるほどね、これちょっとボーウィーで行かせていただいて OKOK。基本的には相手に合わせていく。これやだな、これちょっとやっすね。ちょっとマザネクちゃんで倒させてもらって、あ待って、あんのか、あれ今来た。ちょっと暇ちょっと暇ってます今、私非常に暇です。あそれ惜しい。ここで小屋ちゃん置いて、小屋ちゃん置いて、もうこれやっぱ外役小屋小屋でいきますから。あえてライトニング使ったばっかだから結構厳しいよね。オッケー素晴らしい、オッケーで同彩いきます。同彩に五目屋ちゃんオッケー。これでボンバーとか来たらファイボで潰しさせてもらうもろて、ファイボで潰させてもろて申し上げてオッケーマジ、うわこれマジ、これスリクラ、んこれなんだこのデッキ、これスケラ？相手スケラ？じゃエレジャイ？いや、スケラの可能性ビレゾンあるな。さあエディババ出して、いやこれダックプリじゃ、ダックプリだからこれあれか、エレジャイちゃんですね。さあこれちょっとホバリング砲出して、わーお、オッケーオッケー、逆に美味しい。これは厳しいね、これ相手厳しいね。さあホバリング砲、うわホバリング砲ちょっと前でちょっと切ったね、ちょっと出しゃばったね、おっ一発も入らない、出しゃばったね。ただライトニング使ったばっかりね今相手。そしたらこやこやいく、こやこや、さあこやこや、これねターゲットボーラー行かせるか、これファイブ打っちゃう、ファイブ打って打っちゃう、オッケー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 、これで小屋、おー小屋が小屋オーバーヒートしてる、これは小屋オーバーヒートしてるよ。ここでもう一回小屋来たー、でここでエリババ右がちょっと怖い、右が怖いがやばい、これ右まずいね。ただここ5を打たせさせてもろて、ローリングウッドなんかもちょっと追加しちゃって、さあ左が、右がまずいね、右がまずいが、これでちゃんと誘導尋問して OK、 小屋がすごいよ、小屋が OK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  でこれでこっちにエリババ、こっちこう、さあエリババ、エリババ白ワイヤル、さあどうだ、さあどうだ、この畳みかけいいよ、畳みかけいいよ、タイ来た、来たー、来たぜー、ウィナー、よかったよ、グッドゲーム、素晴らしい、今の逆サイエリババのタイミング完璧だった、オッケー、それではまだ参る。
ちょっと本当はね、キョウキョウルールでは6勝ぐらい、まあ6勝からはスパーキ使いたいんだけど、ちょっと調子がいいということで深夜の2時55分に撮っております。あんまり大きな声を出せない。はい、さあ怖いよ怖いよ、ちょっとワンチャンね、ワンチャンね、このグラチャレ界隈ね、スナイプあるんで結構しやすいですよ。噂によると1勝目から6勝目までは同じ部屋でマッチングするんです、確かね。ただ6勝以上は確か同じ勝利数か試合数でマッチングするみたいな噂聞いたんで、要はスナイプって何かというと、別にフレンドでスナイプされることはないんだけど、戦った相手がフレンドで見ててみたいなあるらしいんで、グラチャレガチ勢の人たちによると、よろしく。さあ行きます。さあまずは小屋ラッシュ。さあ目がシュパシュパしてる、マジで相手諦めてくんねえかな。たまに諦める人いるんですよね。これまずいな。さあまずはヒースピーマザネクってことは、これワンチャンスパーヒーの可能性あるな。これいらんねえな、これいらねえな、このホバリング法、これももったいねえな。ガゴ、いやスパーキーやんこれ。うわー、絶対 100億パースパーキーだ。オッケー、俺が使ってるやつやないかいそれ。さあこれはスパーキー出せるかな、裏に出してこない。オッケー、ここでまさにいく。オッケー、素晴らしい。これ厳しい、これめっちゃ厳しいはず。相手これ守れんくれ、相手これ守れんくれ、これ守れんくれ、きた百戦錬磨の男。オッケー、あー目いて目いて、マジで相手諦めてくんねえかな。俺それしか言わんっていう。もうボンバー、ボンバーじゃねえ、あの人めっちゃ入る。オッケー、これはね結構嫌なはずなんですよね。ここで、いやこれまだ5打っちゃダメだな。よし、ここで気合で守る、少年で守る、少年で。オッケー、これで5で、ここで5ウッド出して、オッケー、素晴らしき。変態変態、俺変態、俺変態変態です。変態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 、マジ変態。スパーキー出せんしょこれ。あ、出せたわ、ごめん、やべ出せたわ、ごめん。スパーキー打って、打って、うわ、オッケーオッケー、もろたー、もろた、もろへいや。ここ5打つ、ここもう打っちゃおう。スイクラだけおられないでしょ。モロタはマジモロヘイヤ、モロタモロタモロヘイヤ、モロタモロタモロヘイヤ、マジで強え、マジで。この外役デッキ、外役こやこや、グッドゲーム、自分のものにできた感ちょっとあんだよね。このミラーがめっちゃなんか楽しい、うん、ホバリング砲ミラーなんてしちゃったりね。うわやべえ、行きますか、ちょっと時間置く、ポン、いや大丈夫だと思う。うわ8秒、これね、キヨキヨ理論、待ち時間が長ければ長いほどなんか強い人と当たるイメージあるんだよね。だからなるべくこうすぐマッチングするまでキャンセルしたい。怖っ、オッケー来た、ターさんよろしく。さあいきますね、いや負けたくねえよ。さあ相手待ちっすね、一回ウッド出してもいいけど、相手二人も見とる。うわ待って、俺ウッドミスった、俺ウッドミスった、ミスったわ俺、ウッド何してんねん、俺これおしゃれすぎ。おっ、それおいしい、それおいしい、それおいしい、クイックきた、クイックきた。オッケー、それガチ集中だからこれ、もはやでクエイク切ったからめっちゃ美味しいなこれ。 OK、 なるほどね。
それはちょっと嫌だ。ファイブ打つにも危ねえな。まあまあ良きとしよう。ファイブ打つのもちょっとね、ワンチャンしょっぱい可能性が出てくるんで、一回これ置いて、さあ相手の主軸がなんだ、相手の主軸が分からん。相手の主軸が分からん、マジで。相手の主軸が分からん。相手の主軸が分からん。クエイク削り？クエイク削り系 YouTuber？ OK、 おいしい。集中。ガチ集中。うわ相手やうめえなマジで。やべ、キヤキヤキヤ、男の KO、 男の KO、 男を見せたよ今、男の許容を見せたよ。皆様には伝えたいことがあります。クラロワっていうのは勝てる時もあれば負ける時だってあります。そんな時に寄り添ってくれるのが自分がこのデッキを使ってきたという愛です。生徒の皆さんはこの事実に、この事実の意味を本当に気づくのか。何年後になるかは分かりません。ただしかし、この負けた経験というのは必ず自分の人生にとってプラスの効果をもたらします。皆さんご視聴ありがとうございました。